八戸駅前にて、八戸市 AA バスは、青森県八戸市の八戸市交通部が運営している公営バス。南高校線の区間便南高校前を廃止。中止廃止南部バスへ移管された路線市 A バスの LED 表示器における路線ナンバリング表示例2009年3月に、八戸市が策定した八戸市地域公共交通総合連携計画を元に、 中心街を起点として、どの方面に向かうバスであるかが一目でわかるように、行き先方向幕による表示等に対しての路線ナンバリング制度を3事業者同時に2010年4月1日のダイヤ改正時より導入することになった。これに先立ち2009年秋頃に、主に転入者などの一般向けに提供された平成21年度版バススマップ8の絵にて、 2009年4月1日時点の運行路線で路線ナンバリングが割り当てられた。例えば、ナンバリング表示例には以下を表示する。このうち、CA バスでは以下を使用する。なお、中心街に乗り入れない路線、系統については、従来通り行き先番号のみの表示となる。また、色分けについては、CA バスの行き先表示機器が LED のものを使用しているため停留所や、 路線図などで使用される。市営バス車内の運賃箱に搭載されている自動券売機では1000円のセット回数券、1日乗車券を販売している。現在は別の運賃箱に切り替わっているため運転手より購入する形式。1981年に全国で初めて導入されたバス運行総合管理システムが老朽化してきたことからこれに変わる。 新たなバスロケーションシステム、八戸絵、市営バス運行情報を2009年3月1日に導入した。これに伴い、市営バス全車両に GPS を搭載し、各車両ごとの走行位置を即時に把握しながら、1便、あたりの到着予定時刻を試行通部 HP を通じて、パソコンウェブ機能付き携帯電話、それに、各営業所待合室内に1台ずつ設置された。 液晶ディスプレイ表示器や市内10カ所において設置された運行情報表示器などで確認できるようになった。2010年2月19日、八の兵士が市営バスの事業経営健全化計画案を公表し、2013年度までの4年間の計画期間内にて正職員を大幅に削減するとともに、老朽化が進んでいる大杉平営業所を2011年度末付けで閉鎖。 朝日が丘営業所に統合することなどを明らかにした。その後、2011年8月19日には、統廃後,後に関する対応の説明が発表され、2012年3月末付で、大杉平営業所を廃止、解体の上、敷地のうち、待合室と車両待機場所を備えたバスプールとして整備され、残りの敷地については売却する方針としている。 また、東海号に伴う路線の再編成を行う方針も明らかにした。ありがとうございます。